はい、皆さんこんにちは。今日は無課金で一番強い出来というものがツイッター上でね紹介されていたので、こちらをね世界最速で紹介していくと。でまあ第1弾で結構まあ有名な、まあ、ビートデッキであるエグゼドライブを採用した、デッキを使っていくと。でまあ連勝数が、まあ、あまり高くはないんやけども36連勝突破して、でまあデッキを見る限り、まあ SR が0枚かな、 SR が1枚も入ってないと。まあやっぱ無課金はさ、 SR1 枚ですら作るのが厳しい状況で、 SR が0枚でバジラのデッキにも勝てる、青黒ハンデスにも勝てるってなると、もうこの言葉の一列を聞いただけでまあ希望が持てるよね。だって課金者にそのね無課金が勝てる構築っていうものが、まあ、今回これをね見ること、これを使うことによってそのね偉業を達成することができるのならば、まあレジェンドランクにトップ脱するという夢もね、やっぱりこのデッキを使うことによって実現することができるわけだ。でまあ構築が結構やっぱ面白いなと思うんやけども、非文明と自然文明のまあ2種類を採用していて、まあコンセプトはまあパワーアタッカーと、まあ要は攻撃力をパワーかパワーをこういっぱい上げながら、盤面をね、小さいクリーチャーなんやけど盤面を強化しながら戦っていくと。でやっぱりこれ前も言ったんやけど、診断のさ、あのインフレがすごい激しくて、まあ2コス4000とかで3コス5000とかね、まあ第1弾では考えられないような、まあその低コストクリーチャーが追加されたことによって、まあビートデッキが非常に強化されたんよね。でやっぱりそのバジラのデッキもそうなんやけども、やっぱバジラを出される前にもう速攻で終わらすと、それをね実現するしかバジラに勝つ道はないと。特に長期戦を狙うようなデッキでバジラに勝つなんて、あまりにもねそのお門違いなことをしても、やっぱその勝ち目がほぼないよね。だからその相手のこう弱点を知るじゃないけども、やっぱバジラにとって苦手なデッキを使うことこそが無課金が勝つね唯一の選択肢であると。でまあ私みたいにこう課金してる人やったらね、別にバジラが相手でも私がバジラの最強構築を使えばね、まあそういうまあ要は中課金者みたいなね、大中小があれば中課金者みたいな、そんなねミミズみたいなデッキはね、まあ私が踏み潰すことはできるんやけども、やっぱ無課金勢が多いと思うから、まあやっぱりその SR なしのデッキで勝てるデッキというものの需要が高いわけだ。でもういきなりじゃあデッキ紹介していくんやけども、まず小さな勇者ゲットが4枚採用。まあこのカードはね、まあこのカードパワーアタッカー1000なんやけども、まあ、まあ一旦可能しなければいけないというデメリットあるんやけども、まあ2コス3000と、まあなかなか面白いカードやんね。それから原始の、コンボが4枚採用。このカードもビーストフォークで2コスで3000クリーチャーであると。それからドガミの豪腕が4枚採用、ビーストフォークで、これがね正直ね新環境2コス帯の中で結構一番強い、まあブルーレイザーみたいな、まあ、思い出があるようなカードなんやけども、まあ2コス1000で、まあ、パッと見弱そうに見えるんやけど、これめちゃくちゃ強くて、まあバトルゾーンに他のクリーチャーが出るだけで3000されると。で基本的にまあ序盤っていうのはクリーチャー出すことがほぼ確定なんで、まあ基本的に4000は絶対なっちゃうよね。で2コス4000っていうのがマジチートで、まあこのレアリティ C っていうさ、まあ低レアリティで何2コス4000っていうのはちょっと頭のねネジが飛んでるというか、うん、これはね正直今後も使われると思うよね。非常にこうまあ今のそのビートデッキのね主人格を担うようなカードかなと思います。それからアンソニー・アーニーが、4枚採用。まあこのカードもねすごい、まあ、ヒューマノイドっての面白いよね。まあバルディオスとか、バルボーグバルディオス・バルボーグとかの進化元にもなるし、まあ実質5000クリーチャーだと、まあ、毎ターン攻撃しなあかんけど、もう5000っていうのかな、正直ブロッカーのラインを超えてるんよね。基本的にまあ多分第2弾も4000ぐらいがまあラインやと思うよね。そのライン4000ぐらいのラインをさ超えてるから、毎ターン攻撃するっていう、まあ、むしろデメリットがね、むしろなんだろうな、パワーアタッカー2000という相乗効果をねしっかり生んでいるわけなんよね。これは非常に強い。
それからやっおいスーパーマリオブラザーズが4枚採用。まあこれは第1弾で、私がね口をもう本当に酸っぱくして言ってきたカードやから、まさかと思うけどまだ作ってない人いないよねこれ。もう本当にもう何回紹介したかっていうぐらい、もうエグゾドライブの需要は言ってきたと思うやけども、まあベアリティレアっていうのがあるけども、まあ私の動画をね毎回見てる人はもう4枚作ってるのはちょっと当たり前みたいな感じはあるんやけどね。まあこのカードは本当にもうビートデッキにはよく見るし、まあ第2弾でもやっぱよく見るカードやからね、まあ4枚採用すると。それからエナジーチャージャーが2枚採用。このターン自分のクリーチャー1体はパー2000すると、まあ3コス2000で弱いじゃないかと思うかもしれんけど、チャージャー持ってるんでマナを加速しながら強化すると。それからパワーチャージャー、これもね、クリーチャー全てを上げて、まあチャージャーであるので、まあ、マナを貯めながら攻撃力を上げることができると。それからシェヌキャノンが4枚採用。まあこのカードも結構第1弾ではよく見たけども、まあトリガーでねシールド1枚につき、まあ、プラス1000するということで、まあ5枚シールドがあって素出しすれば6000のクリーチャーとして展開することができると。それからレビギオンカマキリクワガタインセクターハガメガネが2枚採用なんやけど、4コス1000であると。で相手の手札1枚につきパワーを2000する。でパワーが6000以上ならダブルブレーカーを得ると。まあこのカードはね、まあ結構時と場合は選びそうやんね。相手がこう潤沢な手札を使うようなデッキにはね、もし相手の手札だから7枚かな、7枚あればもう8000、あ、じゃあ2、1、重視が1万5000ですよ。1万5000、ね、4コス1万5000なんて目ん玉飛び出ちゃうよね。それから緑神竜グレガリゴンが4枚採用。まあダブルブレーカーでパワーアタッカー3000と、まあ5コス7000ということでね、まあやっぱ無課金を意識してるからね、まあこういうカードもまあ入ってくるんやけども、まあそこそこね、活躍するんじゃないかな。それからボルカニックサウジアラビアが1枚、ダブルブレーカーで、まあ、ロックビーストであると。それからパワーアタッカー2000、攻撃されない。いやこれ結構面白いよね、攻撃されないとか選択できないとか今回の環境多いけども、攻撃されないはなんかクックポロンのイメージが強いけども、いやこれもなかなか面白いよね。ダブルブレーカー持ってて攻撃されないっていうのはなかなか強いんじゃないかな。それからエグゾディグスが2枚採用。まあこれもボルゴン構築ではよく見たけども、まあしっかり採用していくと。それからまあ必殺カードみたいなカードなんやけども、8コス6000のボルシャックスピードドラゴン、これワンチャンね、なんかそのスピードアタッカーのこのボルシャックスピードドラゴンをたくさん入れるデッキというものが、まあ今後ねいっぱい追加されるって、まあその紹介されると思うんやけども、今回1枚しか採用されてないんやけども、まあベアリティレアで攻撃中自分の墓地にある火のカード1枚につきパワー2000しながらスピードアタッカーダブルブレーカー持ってると。まあ8コス6000ね、スピードアタッカー持ってる、これやっぱやっぱ進化なしにねそのターンに殴れるっていうのはやっぱ魅力的なカードではあるよね。でまあ今回このデッキを使っていくんやけども、まあ SR なしということで、まあ無課金でね、無課金の方はねぜひ作ってもらうと。でその作った感想とかね、そのまあ勝てましたよっていうね感想をちょっとお待ちし、まあ、待ちたいなと思うんですが、今回もね、デュエルプレイスやっていくんやけども、この動画がね面白いなとかね参考になるなと思った方は、ぜひねチャンネル登録と高評価ねよろしくお願いします。はい、勝ちました。さあ4連勝の対戦相手当たっていく。まあ4連勝してるってことは、まあ新環境で、まあ、ある程度コツをつかんだということやね。で今回紹介するまでは、まあこの何パワーアタッカーっていうね、まあ、盤面を、まあ、強化しながら、まあ、戦っていくと。まあ一応まあビートデッキの、まあ、ブルーには入ると思うんやけども、まあツイッター上でねかなり話題になってたということもあって、まあ特にバジラとかにも勝ちやすいと。ただな、今な正直なんだろう、バジラデッキが多いというよりは青黒ハンデス、要はハンデスデッキの方が多いような気がするね。まあこれあえてバジラやね、もうコッコルピアを使うイコールバジラやからね。なんかそのテンプレのバジラみたいなデッキで私に勝てると思うこと自体が間違った世界線であることを俺が教えてあげるよ。まずは1枚目、特にこの、まあ、新環境ね、このドガミの豪腕が結構強くて、まあやっぱ基本的な相手クリーチャーをまず出さないといけないけども、まあ、そのクリーチャー出すことによって、
まあ、プラス3000されるわけであると。だから例えばこれ次のターンもそうなんやけど、自分がクリーチャー出すから4000のクリーチャーとしてね、展開をしながら動くことができるわけだ。つまりその点から出るものはなんだ、私が勝つという未来の平行線だよ。でこれ出すイコール4000クリーチャーになると。しかもこのカードの強いところっていうのは、まあ、1体っていう、こう縛りがなくて2体出ればさらに上がるというね、7000、1万、だから2コスで1万みたいなこともまあ場合によってありえるよね。だから横にもバンバン展開していきながらやっていくと、なかなかこうなんだろう、ビーストホークが強化されたイメージあるんだから、2つ牙とかこう当たった人はね、もう非常にこうね、ビーストホーク、まあ、今後のなんかビーストホークの進化のクリーチャーで強いクリーチャーがね、何がいいか知らんけども、まあ非常にこうね、ビーストホークに可能性をまあ与えてるのかなと思うんですが、さあもっと本気を見せてくれよ。なんかもうなおさ、もうなんやろうな、もうあのバジラをもう展開してぐらいやってもらわないとちょっとなんかお話にならないというかね。まずは1枚目だが、そのカードを召喚することによって4000になる。だからもしこれコッコイベ出さんかったら、まあ、怒号のゴーダンを取れるわけですよね。でもそんなことはできやしないんだよ。なぜならばゴーダンのドラを取ることによって相手は負けるという2文字を展開することになるからだ。ここちょっとカニさん行きたいね、行きたいんやけど、シェルキャノンもな正直強いよね。まあレクイエルはちょっと入れ替えるか、ここは正直強いカード行きたいからね。まずは1枚目現れるんだ。6000プラス4000、えぐいよね。で可能なら毎ターン攻撃すると、いやだいぶやっぱこれ前のね話でも言ったけども、新関係インフレがすごい激しいよね。をブロックしていく。だがもう1枚の猛攻を受けるんだ。そして次のターンに相手はクリーチャーを出さないという選択肢がないと。まあ一番理想的なのはなんだろうな、デススモークってココルピア相打ちとかね、そういうのできればまあ二面処理できるけども、まあそれが一番強いかな。だがその動きよりも、まあでもドラゴンのね、バルキリードラゴン出されてバジラ転換みたいな、だからこの5ターン目6ターン目ぐらいからもう一気に相手も覚醒してくるから、このコッコルピアが出た後、コッコルピアが出てその次にドラゴンが出てきた後、それこそが世界の終焉の猛火というものじゃないか。3コス転生破壊、だからそれ悠長なんだよな。開かずの手をひねるじゃないけど、無駄なあがきだということがわからないわ。あ、いいね。エグゼドライブはなかなかでかいぞ。スーパーマリオブラジャーズやからね。じゃあここはエグゼリオンを入れ替えながら現れよ。ダークネスアイを召喚する。ダークネスアイが召喚された時、カードにセットされているゼロとインフィニティを無条件に発動することができるんだよ。まあエグゼドライブはね、まあギリこう強いけども、まあ他のやっぱ新カードが強すぎて、なんかその前のさ環境の VR ね、ベアリティレアがちょっとなんかかわいそうな感じがするよね。もうこいつだけでもだって5000やからね、3コス5000はちょっと頭がねおかしいんですよね。まあここはしっかり殴っていく。そしてブロッカーもろとも全ては消えてもらう。一切手加減を与えることなく、お前は地獄の終焉を見るんだ。まあ相打ちするしかないからね。あい、そしてコッコルピアで取れるカードはまあ場面ないと。つまり3面処理しながら、だからこれがねバジラに勝てる構築なんですよ。しかもあのそんなにこう SR の枚数も大きくないということで、ドラゴンゾエール、これ無限ループかな。だが1000のクリーチャーで私を倒すことはできない。しかもクリーチャーを出したことによって2コスの4000カードとして分配されるのだ。このやっぱシェルキャノンが強いな。何もできない人間に運命を変えることはできない。いいね、シェルキャノンがほんま強い。4コス6000やね、これ。しかも出すことによってパワーが上がっていくと。受けるんだ、大地の猛攻よ。まあブロックしないと。でもこれシールドトリガー来なかったらもうあとはもう受け切るだけしかない。あい、おらおら、まだ攻撃は残っているぜ。あい、まずは1枚目3コスで、あい、3コスでマウント取っていくっていうね。しかもドラゴンゾエールでさえも2コスのカードで相打ちされる、ザを得ない運命の宿命にあるんだよ。宿命とは常に一通りなんだよ。私が勝つという運命の世界線と一緒のように宿命もただ一つ。まあなあ、なんかバジル、なんかコメント欄にもさっきまあなんかちょっと書いたの見たんやけど、バジラ
確かに強いって言われるんやけど、なんかその速攻デッキに勝てないっていうのが意見としてあるよね。まあこんな感じでね、まあバジルに勝つためには速攻を使うしかないよね。